テレスコープ弾テレスコープ弾は弾丸を薬莢の底まで埋め込むことにより実行の前兆を短くする工夫がされた弾薬である薬莢テレスコープ弾も参照小型か通常の弾薬は創薬が詰まった薬莢の先に弾丸が取り付けられているこれに対してテレスコープ弾は通常より太い薬莢の中に弾丸全体を収めることで全長が短く体積もに 三程度にすることができる。相対的に太く短くなり、円柱型に近くなった形状は、収容場所をあまり取らず、兵器の小型化にも貢献する。異なるカキテレスコープ弾という新たな形状の弾薬の開発は、この弾薬専用のカキの開発が求められ、専用カキでは従来の弾薬は使用できなくなる。 理論上は最大空圧を下げたりエネルギーを効率よく弾丸に伝えたりできる。しかし従来の火器システムではテレスコープ弾の火薬を均一に燃焼させたり弾丸をうまく装填、発射させることが通常の弾丸に比べて難しく技術的な課題になっている。また撃発の瞬間に弾頭が方針や重心には接触していないため 命中精度が低くなるという問題がある。ただし、最初から弾頭が方針や中心に挿入されていないリボルバーや搭載用リボルバーカノンでは、この問題はほとんど関係がなく、制圧射撃用途に使用されて高い命中精度が要求されない。分隊支援下記では大きな問題とはならないが、アサルトライフルと弾薬を共通化できる利点が失われる。 英物と米国で CT とその方の研究が進められている。第二次世界大戦後の米国では弾丸を薬莢の中に埋め込むことで弾薬を小さくする CT を開発することでコンパクトで高発射速度や高初速の機関砲が開発できるのではないかと考え、1954年以来陸海。 空3軍で1 2 7ト、mm、ルから7 5ト、mm、ルの隠し口径の CT 機関砲が試作され、研究されてきた。これらの試みはいずれも初速のバラつきや短命な方針寿命などの問題のため実用化には至らなかった。1997年 A ベイシステムズ社とフッチジョット社が共同で CT と CT 砲の開発を目的とする CT インターナショナル社を設立した。 具体社は CTWS40mmCT、mm、CT 機関砲と GPR PDT と TPT を作り出した。CTWS は装甲戦闘車への搭載を想定した対地攻撃用の外部動力式 40mm 機関砲で回転式薬室を持ち、ブッシュマスター機関砲と同等の200発、分の最高発射速度と 218kg の軽量小型であった。 初速度秒速1600メートルを持つ別のシ t ティのアップフスズ T も開発され、これは T-55 戦車の全面走行を貫徹する威力を持つとされる。日本でも防衛省の技術研究本部で研究されて、折近接戦闘車や後車機関砲システムに採用が予定されている40マクタの研究は完了している。AB ハイパーソーリン装甲車ジャパンミリタリーレビュー2008年11月1日発行ありがとうございます。